やばい、ほんまにやばいよ、とにかくやばい。オリンピックゲームのためだった。日本人の面接官って意外と日本で働くこととフランスで働くことの違いについてちょっと話したいと思ってます。ベニーと申します。 Thank you, Arturo here. And me, Fafa. Fafa とベニーはなんで日本で働き始めたんですか？オリンピックゲームのためだった。仕事じゃなくてボノンチャ。去年1月日本に来てバイトをして、そして旅行して、うん、7月まですると思って出てたけど、コロナですから。あ企画が、予定がぐらっ、むちゃくちゃになっちゃって。そう、うん、バイトやってて、めっちゃいい感じになって、そんな感じです。が今楽しいやろ。そう、めっちゃ楽しい。うん、ありがたい、今日めっちゃ嬉しいです。そう、こうなっちゃってよかった。よかったね。ラッキーですね。ラッキーね。ラッキー、ちょっとラッキーやな。いや面白い、運命。そうやな。うんね、それは人生だよ。でベニーはなんで？いやー、ベニーは同じくコロナで全部やばくなってはいたんやけど、うんうんうん、やっぱりもともと結構とにかく日本に行って、うん、こう長い期間を長期的、うんうん、長期間を目指したんですよ、最初から。あ、そうなん。結構昔から目指しといて、うんうん、まあ行って、うん、でもう日本に実際移住する前にも仕事が決まってたわけ、うん、あ、そうなんや。もちろん、うんうん、旅行会社のね、うんうん、でその時はもちろんコロナ発生以前のね、うんうん、結構日本って大ブームの、そのツーリズムのね、うんうん、結構大ブームだから、ガイドだったりとか、そうやね、営業のねトリップを作って営業を販売して、うんうんうん、そういった求人が結構、うん、まあでもやりたい人たちも多いから結局、うんうんうん、そんなに受けやすい職業でもないけど、うんうん、やっぱそれ楽しい仕事やから、うんうん、もうとにかくそれだいぶ前からこう、まあ、求人に、ね、エントリーしまくってきて、仕事が決まってそれをやりに来たんですよ、うんうん、でコロナがまあ来て、うん、で旅行会社やからもうやばい、ほんまにやばいよ、とにかくやばい、とにかくやばいので全然売れないんじゃない、うん、売れない、もうそれ以上影響を直接受けるビジネスって多分ない、ね、オリンピックも旅行もね、そっちももろに影響を受けて、だからね、でもどうしても、ああいやもうフランスにはもう全く帰りたくへんから、日本好きやから、大好きな日本にもどうしても残りたいけど、どうすればいいかみたいな、二人とも独学？独学っすよね。独学やんな、はいはい、独学でここまで喋れるのすごいですよね。だって独学だからこそここまでは来れたのかな。逆に習ったりとか先生がいなかったから、まあ最初は多分大抵の人たちには大学とか授業とかちゃんとしたこう教育、しっかりしたこうパターンが多分必要あると思うけど、縛られたくないんですよ。あ、もうこんだけ日本語みたいにこう長い長いことを、ね、勉強すると縛られたくはないじゃないですか。確かにそうかもね。それでこう自由に好きなものを見て、うんうんね、好きなオリンピックの動画とか見て勉強した方が長期的にいいんじゃないかなと。つまらない教科書とか、つまらない大学でつまらない話を聞くよりも、ターゲット言語の国の人たちと友達になって、それプラス、それに重なったその個人的な好きなもの、例えば個人的にドッキリとかマジックとか料理とか好きなんか、じゃあそういったトピックに関する日本語の動画を見て、勉強した他には方法がないと、確実な方法がない。二人とも仕事はどこで見つけた？確かにね、それは気になる。まあ最初は多分みんな一緒、ウェブでインディードとか、あ、はい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 、はい、はい、インディードは、いいと思う。インディードが悪くないね。そう、インディード結構悪い。とバイトだったらうんうん、うん、日本のウェブサイト方がいいと思います。外人スポットとか外国人のウェブサイト調べて、うんうんうん、まあちょっと難しいかなと思って。何が難しかったの？バイトです。見つけなかった。ああ、なかった。求人があるやけど、なんかちょっと外国人多いから、うん、ちょっと厳しい、うん、
ああ、競争力が激しくなったよね。そう、確かに。そう、うん。日本のウェブサイトだったら簡単じゃないけど、その外国人のウェブサイトよりめっちゃいいと思います。うん、あ、そうなんや。それも一個のすっごく日本に来て分かったの大切なポイントやけど、うん、なんか外国人って、うんうん、どっちかというと日本語よりも英語よりも圧倒的に英語の方が、うん、あの見つけやすいよね。あ、調べやすいよね。そう、それはそうね、うん、でしょ、うんうんうん、だって日本人もさ、フランスかスイスかロシアとかに行ったら、もうその独特の言語よりもね、うんうん、ひらがなとか漢字とかね、うん、馴染みあるから、うん、あ、その方がね、うん、安心して長い時間仕事を探せると思うけど、うん、外国人もし日本で仕事を探すんだったら漢字を学んで日本語で探してくださいその方が圧倒的にいい経験で、うん、いい人といい給料でいい条件、とにかくいい条件で見つけられるから、それをおすすめします。ピンポン、おすすめです。でしょ、だって全然変わるね。そうなんや、あの量も、うん、もう圧倒的に多いから、うん、あ、そうなんや。だって日本語で基礎的なインターネット検索できない外国人が多いから、それをだから避けて防いで、うん、こう日本人向けのやつに入って、でそこで我々のプロファイルがもちろん目立つから、うん、うんうんうん、確かに目立つ。そうやね、電話とかはね、日本の履歴書、うん、職務経歴書の話なんやけど、おもろいねこれは日本でなんかバイトとかでもそうなんですけど、まあ、正社員とか、まあ、雇用形態いろいろありますけど、どの雇用形態でも履歴書とかっていうのが絶対必要になってくる。そうですね、ね、やり方全然知らなかった。ほんまや。そうと、漢字はまあちょっと難しかったから、ちょっと汚いし、どうすると思って、どうするめっちゃ考えたけど見つけた。なんか、そう、そのウェブサイト、なんかバイトのウェブサイト、日本のバイトネビかなんか、そうそう、なんか自分の履歴書作れることができる、うん、テンプレートみたいな。そうです、テンプレートみたいな、けどなんか名前入れて、うんうん、仕事、学校、うん、そして、うんうん、そのウェブサイト一人でなんか、あ、履歴書そのままプリントしてもらえるみたいな。めっちゃ楽だった、ほんまに。めっちゃ楽だった。確かに最初にそれ全部一から自分で考えて入れていくのってかなり難しいから。そうそうそう、あ、そうね、そうね、今からこう日本に来て履歴書を初めて書くっていう外国の方は、そういうテンプレートとか使えるウェブサイトとか使うのをおすすめします。友達とか会社とか、うん、あの特に日本人のこう知り合いが、あの、いなかったら、うんうん、いなかったら、うん、見つけて、履歴書を振るようにね、手伝ってもらうようにしてください。フランスでは履歴書とか職務経歴書とかっていうのはあるの？あ、もうあるんですけれども、フランスは結構自由に、うん、あの作っていい。そうですね、みたいな。デザインとか、うん、まあ、例えばデザインの仕事を探したら、うん、もちろんなんか履歴書見たら、うん、ああ、多分いい人かも、うん、あー、デザイン系の。そうそうそう、あ、そうね、そう、確かに。そう、そこもだから一言で言うとアピールできるんですよ。そうです。そのテンプレートの選択からで目立つことができるんですよ。個性をそう、出せる。そう、出せる。ああ、そうなん、履歴書からも。そうです、魅力が。面接はまだ始めてないのに始まった履歴書から始まってないのに。それはいいな、うん、で逆に、あ、ピンクにブラックにイエローにレッドに、そうです、滅裂感がちょっと、うん、あ、この人ってちょっとセンスがないな。そうそうそう写真もですね、写真もそうですね、払ってもいいし、払ってもいい、うん、あ、そうなの。そう、フランスはだって、うんうん、それを強制的にっていうか、写真を払されたり、うん、正直衝撃やった。あ、そうなの。日本のそのやり方がめちゃくちゃ能力があるけど、うん、むちゃくちゃこう知恵もあって能力もあって勉強も猛烈タイプな人たちだけど、そういった人たちのことを考えて僕はちょっとへこんだ、正直。あとはね、うん、職務経歴書ってやつもあれは面白いよ。これはもう論文ぐらいやね、うん、だって僕は頑張って自分のやつをなんか短縮した感じで、うん、だから短く書こうとした経験はあるんですけれども、うん、それでも3ページやね。だからもうむっちゃくちゃ短縮しね、頑張ってしようとしたのに3ページって読んでくれはる。でもね、もう一つ一つの
なんていう今までやってきた仕事、うん、で何を頑張ってどういう実績を上げて、うん、でこれはあなたの会社でこういう風に活かしていけます、うん、活用していけますっていうところまで全部書かないといけないから、うん、そうもう、もう大変いいよね。面接っていうものがあると思うんですけど、うん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 、日本の面接はねもう本当にバキって黒いスーツとか着て、あ結構そうね、もう真剣、そうもうね真剣的な、そううわマナーがある、ノックは何回お辞儀して座るとか、 それができなかったらもうアウトとか、はあそれも正直僕全然知識を得ないままに何回も面接受けさせていただいたんやけど、うん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 、やっぱ今さら気づくけど、まあそうですね、多分最初から、うん、まあそれだけでアウトになっちゃったかは分からへんけど、多分そのポンポンポンって、失礼しました、ポンってそのね、まあ綺麗やけど日本の文化、まあそこまで押し付ける必要って本当にあんのかっていうことにそれは、それはもうこれ全然わかんないからその時にコピーだけした。あコピーだけ。これしたら僕もコピーするって感じで。コピーコピー。まあでね、日本人の面接官って意外と過去のことを大事にして、未来のことをあんまり話せさせないみたいな。もう面接っていうことには、うん、その根本的に面接イコール可能な未来。可能な出会い、そう、かあの出会いのことです、うん、で出会いをなんか一期一会みたいなことわざと、うん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 、そういったような意味で、うん、こうこれからこれから今後とか、うん、今後っていう部分をもうちょっとこう大事にしてほしい、うん、フランスではそんなね過去のことあんまり聞かないか、うん、あちょっと似てる、ちょっと似てるね、似てるね、正直似てる、似てるね、一緒一緒一緒だよ、また会社は会社、うん、あそう会社はお金だけですね。だからちょっと似てる。ああ、うん、そっか、うん。面接については、まあ次の動画とかで実際に模擬面接みたいな日本での面接と、まあ、フランスでの面接っていうのをちょっと一回こうやってみたいなって思ってるので、企画としてちょっと次やってみたいと思います。面白い。ワッタージャパンではカラフルな国籍のバックグラウンドを持ったゲストを募集しています。興味がある方は、動画説明欄のメールアドレスからお問い合わせください。We'll be waiting for your application. Thank you for watching our video. 学生僕 Don't forget to like, subscribe, and share it to your friends.